のリングネームで知られるロバート・ストラウスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州エリザベス出身。現在は WWENXT に所属している。キャリア初期は北東部と大西洋中部のインディ団体にてロブエコスというリングネームで活動していた。ロバートは4歳の頃からプロレスを見始め、アルティメット・オーリアー、スティング、ショーン・マイケルズのファンだった。 そしてニュージャージー州ウッドブリッジでアイアンマイク・シャープが主催したローカル団体のライブイベントを見たときプロレスに興味を持ちプロレスラーを目指すようになった16歳になるとニュージャージー州ウッドランドパークにあるケビン・ナイトの下で2000年の1月にロブ・エコスとしてチャド・アーウィックとデビュー戦をするまでの4ヶ月間定期的な練習と訓練をしていたニュージャージー州 ウッドランドパークに拠点を置くインディー団体であるインディペンデントレスリングフェデレーションでエコスはプロレスラーとして初期のキャリアを2002年まで過ごした。E はフリー脱後の2年以降、ティネと契約するまではプロペインプロレスリング、カオスレスリング、イーストコーストレスリングアソシエーション、ハードウェイレスリング、ジャージーオールプロレスリングといった数多くのインディー団体に参戦し、 多くのタイトルを獲得している。2010年7月27日にティネのダークマッチに出場し、ボビー・フィッシュと対戦し負けてしまうが、8月5日にティネが契約を結んだことを発表した。リングネームをロビー・イ、e、ーと改名し、8月10日のティネ・インパクトのダークマッチにて、マネージャーのクッキーと組み、ジェレミー・バックと対戦して勝利している。10月7日にて、 マネージャーのクッキーと共にインパクトのライブにてテレビデビューする。ロビーはアメージングレッドを破った後の X ディビジョン王座、保持者である J リーサールをリングで襲撃し、リングデビューする。翌週リーサールの持つ X ディビジョン王座への挑戦権を獲得するために、クッキーと共にストリートファイトスタイルでノンタイトル戦をするも負けてしまう。 11月のターニングポイントにてロビーは、クッキーの助けを借りて、リサールを破り、X ディビジョン王座を初めて獲得した。12月のフィナールレゾリューションで、クッキーの介入を防ぐために、クッキーが上空の檻に閉じ込められた状態で、リサールとリマッチを行い、再び勝利するも2日後の12月7日のイメイポークと似てリサールに X ディビジョン王座を奪い返されてしまう。 11年2月10日に新チャンプであるカザリアンの持つ X ディビジョン王座にアゲンストオールオッツで挑戦できる権利をかけた挑戦者決定トーナメントに出場しブライアン・ケンドリックとスーサイドを破り決勝へ進出するアゲンストオールオッツでカザリアンに挑戦するも敗北してしまうその後3月のビクトリーロードでカザリアンロビー・ジェレミー・バック マックスバックと4ウェイマッチで再び X ディビジョン王座に挑戦するも敗北してしまう。そして8月11日のインパクトでロビーとクッキーは別れてしまう。クッキーと別れた後は新しいパートナーを探し始め8月25日のインパクトでロブテリーを新しいパートナーとしてオファーした。9月8日のインパクトでロブテリーは ロビー・ E とエリック・ヤングの試合後に介入して、エリック・ヤングを攻撃し、10月27日のエリック・ヤングとロビー・ E が戦い、ロビー・ E が敗北した後ロブ・テリーが介入し、ロブとロビーはエリック・ヤングを攻撃し、ロブ・テリーはロビー・ T と改名する。11月13日のターニングポイントで、ロビー・ E はエリック・ヤングを破り、彼の持っていたティネ・ t v 王座を手に入れ、 同月17日と12月1日に D ボンと RVD を相手に防衛戦を行い勝利している。12月1日のフィナールレゾリューションでエリック・ヤングのリマッチを受け、これを退ける。2012年の1月12日のアゲンストオール、オッズで誰でもタイトルをかけ挑戦でも受けると発表し、シャノン・ムーアが名乗りを上げたため対戦し勝利する。3月のビクトリーロードでも、 同じような発表を行い、デーボンが名乗り出たため対戦するも負け、タイトルを手放してしまう。4月のロックダウンで、スチールケージマッチ戦を行うも、デーボン相手に、再び敗北。5月のサクリファイスにてデーボン、ロビー、マネージャーのロビー T の3ウェイを行うも、敗北。6月7日のインパクト。6月10日のスラミバースリーにロビー T と組み。 ディーボンとギャレット・ビショフのタックと対戦するも敗北してしまう。10月にサモア城の持つティネ TV 王座に挑戦するが敗戦。その後は特に目立った活躍もなく2012年をフェードアウトしていく。2013年に入るとロビーテーの間に不穏な空気が流れるようになり、2月に構想を開始するようになる。3月のロックダウンでロビー T と対戦するが敗北。 ppv 億周のインパクトで再戦するもまた負けてしまい、ロビー E の敗北で構想を終了している。なお構想終了と同時に、ロビー T はリングネームをロブテリーに戻している。構想終了後に新たなパートナー探しをするようになり、5月から新たなパートナーのジェシー・ゴッターズとタッグを結成している。結成と同時に、 タッグ王座ダッシュを目標にアピールをするようになった。10月のバウンドフォーグローリーで、ガンナーとジェームス・スートムの持つ、ティネ世界タッグ王座へ挑戦、チャンピオン組から勝利し、タッグ王座を初体感している。PPV 後のインパクトレスリングにて、元王座組のリマッチを退りけ、初防衛を果たしている。ティネ TV 王座、ティネ世界タッグ王座、ありがとうございます。